皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は有機液肥のスーパーワンについてお話しようと思っています去年の秋から始めた栽培実験で好感触を得て今年から本格的に使い始めた超発酵油かすおまかせという固形肥料があるのですがスーパーワンは同じメーカーが製造している有機液肥です先日購入して何度か使ってみました 匂いや使い勝手など、使ってみての感想と、この液肥の特徴、そして使い方についてお話します。園芸・ガーデニングに興味のある方や、肥料選びにお悩みの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 スーパーワンのキャッチコピーというか宣伝文句で臭いけどよく効く肥料と書かれていました同じメーカーが作っている固形の肥料の超発光油かすおまかせは匂わないカビない虫がつかないがキャッチコピーとなっています確かに超発光油かすおまかせは有機質肥料なのにほとんど匂いがありませんとても使いやすくて気に入っています 一方で液体肥料のスーパーワンはわざわざ臭いと言っているくらいなのでどれだけ臭いのか少し心配していました実際に匂いを嗅いでみると確かに匂いはありますただツンとした刺激臭ではなく発酵臭というかほんのり甘さを感じる匂いです個人的には嫌な匂いではないですね 続いて、肥料成分を見てみましょう。スーパーワンは、油かすや骨粉、魚粉などの有機質原料を発酵して作られています。肥料成分は、窒素4.5%、リン酸4.5%、カリウム3%です。同じような原料で作られている、固形の超発酵油かすまかせには、窒素4%、リン酸6%、 カリウム2%を含まれていますリン酸は超発酵油かすを任せの方が多めで窒素とカリウムはスーパーワンの方が多めですねただこれらの発酵肥料には化学肥料や化成肥料にはない成分が含まれていますそれらについて詳しく見ていきましょう 発酵肥料ならではの成分として挙げられるのが、アミノ酸です。これは主に、酵母菌の働きによって作られます。先ほど、スーパーワンの匂いについてお話しした際に、ほんのりと甘さを感じる発酵臭と表現しましたが、これがアミノ酸が発する匂いです。アミノ酸は、タンパク質の元となる成分で、 一部のアミノ酸はそのままの状態で植物の根から吸収されることが知られれています。アミノ酸の状態で吸収されると、タンパク質合成のためのエネルギーを節約できるというメリットがあります。よって天候不順による日照不足が原因で光合成が十分にできない時などにより効果的な肥料といえますね。 発酵肥料ならではの成分としてアミノ酸を取り上げましたがそれ以外にもいろいろな成分が含まれています例えば核酸物質やビタミン植物ホルモン用物質などですこれらの成分は肥料とは違った側面から植物の生育を促進してくれます例えばビタミンは植物の代謝をサポートする成分ですし 拡散物質は粘りを良くする効果が期待できますそしてオーキシンやサイトカイニンといった植物ホルモンは生育を促す効果がありますこれらの成分の働きによって天候不順など環境ストレス下においても安定した生育が期待できます 続いてスーパーワンの使い方についてお話ししますこの液体肥料はキャップが特徴的ですねヒンジキャップといってひねる必要がないので開け閉めが簡単です一気にたくさん出てしまわないように小さめの穴が開いていますまたキャップを使って計量することもできますキャップ1杯で約 5cc です800倍や1000倍など 薄めに希釈する場合にはキャップを使って計量した方がやりやすいですね続いてスーパーワンの希釈倍率について見ていきましょうスーパーワンはそのまま扱うのではなく水で薄めるタイプの液体肥料です一般的なな草花や野菜などには、 200倍から400倍が目安ですランやサンそうなどデリケートな植物の場合は800倍から1000倍程度が目安ですまた先ほどお話しした固形の超発酵油カスを任せと併用することもできますパッケージにも粒の肥料とスーパーワン1000倍希釈との併用は効果的と書かれていますね個人的には 発酵肥料を与えるメリットは窒素リン酸カリウムといった肥料成分よりも窒素をアミノ酸の状態で吸わせることやビタミン核酸物質植物ホルモン用物質など肥料とは違った側面から生育を促してくれることにあると考えていますよって2,000倍や3,000倍などに希釈してごくごく薄くした状態で水やりのたびに与えた方がいいと考えています それででは今回ののの動画ままとめです。有機液肥スーパーパワンをご紹介しました。固形の超発酵油かすおまかせを気に入って使っているので同じメーカーの液体肥料がどのようなものなのか興味があって取り寄せてみました使う前に気になっていたのが匂いなのですがツンとする刺激臭ではなくほんのりと甘さを感じるような発酵臭だったので 個人的には使いやすい液体肥料だなと感じています。もちろんスーパーワン単体で使っても効果は期待できるのですが、超発酵油かすおまかせと併用することもできます。春まではハイポネックス剤液を使っていましたが、半分程度のバラはこのスーパーワンに置き換えてみようと思っています。